はい、近藤養魚場さんの昭和4歳メスでサイズが76センチです。はい、お願いします。はい、お願いします。まあ、あのこちらの昭和は本当に4歳76センチということもありまして、ものすごい、大きくなりました。ですね、こちらの鯉はですね、あの去年、潜水で飼ったもんですから、そんなに大きなってないかなと思って、今ちょっと寸法を測ってびっくりしてるところです。まあ、あの潜水で飼ったということもあって、まあ紅もちょっと上がってきてですね、墨もだいぶ決まってきて、まあちょっとなんちゅうのかな、荒削りな鯉ではありますけど、まあ地肌も良くて、まあ昭和らしい鯉になってきたのかなということを感じております。はい、墨ももうそうですね、ほぼ決まってきて、まあ本当に昭和らしい昭和というような感じの鯉ですね。はい、まあなんせ寸法が結構来てるんで、まだまだ大きくなってくれるような気がする鯉です。はい、それではサイドも行きたいと思います。はい、じゃあちょっと横の方、ちょっと見えましたかね、ちょっと荒い鯉なんで。大丈夫ですか。はい、映りました。大丈夫です。はい、すいません。じゃあ反対の方、はい、墨もいい感じで決まってきてます。はい、じゃあよいしょ。はい、お腹の方も綺麗です。はい、スラーッと伸びた感じですね。そうですね、まあ、ちょっと若干餌のやり方が悪かったか知らんけど、若干の生き上がりの鯉と比べて、まあ細身なんですけど、そんな細いというような感じではないもんですから、まあこれから飼っていけばどんどん肉も生えてきてくれるんではないのかなと思っております。はい、大きなサイズの昭和をお探しの方にはちょうどいい、これからね太身をつけていただいて、そうですね、あの、ま、どんどん大きなってくれるような気がしますけどね。はい、いかがでしょうか。はい、こちら近藤養魚場さんの昭和、4歳メスでサイズの方が76センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。